いやなんか久しぶりにあの六本木のマック行ったら、あのなんか内装がエロくなっててびっくりしちゃった。内装がなんか、あれいつからなんだこれ、全然なんかめっちゃおしゃれになって、前からでもあのやっぱね、あの 前のこうなんていうんですか、2つにこう区切られてるタイプの方がやっぱこうまったりまったりブースと、なんかちょっとこじゃれた感をのブースと、こう二極化してて結構こういい感じにこうあのお互いあのそのブース、自分に合ったブースにこう分けられたんですけど、なんかもう綺麗な感じ統一しちゃったんで、まあ、それはそれで、ね、あのどうなんだろうと、まあ、あんま行かないから別にいいんですけど、もはや行かないからいいんですけど、どうなんだろう、二極化した方がやっぱ効くかなっていうか、創業者も言ってたけど、やっぱね、あのグレーゾーンを許容する文化が大事みたいな、あの独占取材でなんかあの言ってたんですけど、やっぱそうだわ、グレーゾーンを許容する文化とかって本当そうだわ。なんかお客さんのあの注文をなんか勝手に食ってる系なあの感じなんですけど、そうお客さんのこんな感じだと、あのお客さんのダメだこれ、これ歩きながら、これ歩きながらケチャップはダメだわ。マジであのね、あのマックのポテトのレジェンド級になると、もう本当に片手が増す、片手があのもう大前提としてスタートするから、片手でね、強化するっていうのが、まず基本的なあの前提の、あの、コーラの広告を見てるし、コーラも食いたくなった。この辺もなんかちょっと変わってきてる。マジポテト超うめえ。本当に。3食つけ麺でもいいと思うけど、あの 3食ポテトでももはや全然ね、いいっていうか、逆に何でダメなのかを質問したい。あの全然いいでしょ、みんなうまくて間違いない。マックのポテトとか確実だもん、絶対外れないでしょ。これは一回つけとかないと、ケチャップ、ケチャップ、ま
ないわ。ご注意ください。どこ？ Train. Basketball.